山口親子の中村長村上さん、こんにちは、山口です。今日からスタートします、ポケモンカード、開封動画、メインのチャンネルでやっていきたいと思います。で、今日はですね、12月7日金曜日、ポケモンカードタッグボルトの発売日でございます。私はね、有給なんで、とりあえずポケモンカードを買いに行きました。で、パックとしては一応今回じゃじゃん3パック買わせていただきました。で、朝からじゃあアピタの方に行ったんですけど、スペシャルボックス5000円分の方が整理券でもうなくなったということで、僕はね、単品でもいいと思って、で、今回単品のタッグボルトの方を買ってきましたので、早速開封をしていきたいと思います。では今日はタッグボルトの方を開けていきたいと思います。今回の、ラインナップがこちら。スーパーレアキラ、トレーナーズレア、ダブルレア、レア、アンコモンとコモン。はい。ということで、開封していきたいと思います。まあ、ハサミでやるのもいいんだけども、とりあえずこれで、上から開けます。では、見ると、こちら。ピカチュウ EV に会おう豪華景品いっぱいキャンペーン。ね、なんか出ましたね。はい。じゃあ、ポケモンカードの方を発表します。1枚目。ドドン。ラプラス。たけし来た。たけしのガッツ。ゼニガメ。なんか初代のポケモンが出ますね。沢村。懐かしいな。俺の時代のポケモンじゃん。ごめん。リザード。さらに2パック目開けていきます。1枚目。ドドン。カブト。ゲンガー&ミミッキュ GX 来ました。やったー、レア出た。3枚目、お白龍。4枚目、コダックで、5枚目、ドッククラゲ。はい、いやー、ちょっと今どころ、そうだね、ゲンガーとミミッキュのキラ来ましたよ。じゃ最後いきますか。1枚目、ニドクイーン。2枚目、カメックスですね。3枚目、カモネギ。4枚目、ギャロップ。そしてラストがこれだ、ベトベター。はい、ということで3パックタックボルトの方を買わせていただきました。また買えたらですね、第2弾の方出していきたいと思います。では、山口誠也でした。バイバイからのアディオス。ガンジャンジャジャジャ、真夜中に、真夜中に、うさぎがやってきた。暗いとよくわからない、人にも気づかれない。だから夜はわからない。